高ビローの直し方。こんにちは、福岡県の薬剤師中尾と申します。今日はですね、高ビローの専門家というわけではなくて、漢方対処療法の専門家として話させていただきます。高ビローはもう鼻水の垂れとか、こう鼻水が今度喉の奥にくっついたりとか、今度匂いがなくなったり、反対に臭い匂いがして結構困ってる方が多い病気です。しかしまたなかなかちょっと治しにくいという非常に難しい病気でもあります。今日お伝えする内容として、1つ3つにまとめます。1つはなぜ高ビローになるのか、次に現在の治療薬と問題点、次に治すための漢方と体質改善の方法ということを今日お話していこうと思っております。なぜ高ビローになるのかということを話していくと、まず高ビローにもまず大体2つのパターンがあります。大体ドロドロの黄色い鼻水やタンが出る人もいますし、もう一つ今度反対にサラサラの鼻水やサラサラのタンが出る場合があります。そしてまず最初のドロドロの黄色い鼻水やタンが出る人は、ウイルスとか細菌とか、場合によっては真菌、要はカビですね、カビの感染による炎症が原因でなっております。そしてもう一つはサラサラの方に関して言えばアレルギー反応ですね、過敏な。でこの2つがありますので、この2つどちらにとっても、非常に関係してくるのが免疫力ということです。免疫力が高い状況じゃないと、こういったウイルスや細菌やカビを追っ払えられないし、もう一つアレルギーを上手にコントロールしていくことができないわけです。でもう一つ面白いのが最近出た情報なんですけど、高ビローに関してこれは病巣感染っていうことが最近ちょっと注目を入れて、実を言うとこの虫歯とか歯周病とか、こういったのが原因になっているわけです。そのために高ビローを改善するには歯医者、変な話、歯医者さんに行ってくださいと、こういった話も最近出てきて、非常に面白いなと思っています。歯肉炎とか歯槽膿漏、歯周病、それであと虫歯とか、そういったのがあるんじゃないか、ちょっと自分でチェックしてみてください。で次に高ビローの治療薬として今何をやられているかと言いますと、私も昔中学生の頃耳鼻科とかよく通っていたんですけど、鼻水とか鼻の中に突っ込まれて鼻水や海の洗浄とか吸引をします。で場合によってはもうこの粘膜を取っちゃおうということで手術をする場合もあります。抗剥離でやるんですけど、こういったちょっとやり方もありますし、あとは細菌を殺す抗生物質の投与です。でしかし抗生物質というのはカビとかウイルスとかはちょっと死なないわけですから、あくまでも細菌感染だけということになっています。で次に抗アレルギー剤ですね、アレルギーを沈めていこうということで抗アレルギー剤が投与されたり、あとはもう非常に症状が激しい場合には非常に抗炎症作用が強いステロイドホルモン剤というのが使われていきます。こういったので上手にうまくコントロールしていくんですけど、こういったのを内服や吸入して噴霧投与している場合が、現在の高ビローの治療方法です。しかしですね、こういったのをこう長くやってると、反対になんか免疫力がちょっと低下してくる可能性がありますので、そういった治療をするとともにやっぱり自分の免疫力を高めていくという必要があります。それがなかなか難しいので、この高ビローというのは非常に困難な病気となっています。そして次に先ほど言った高ビローのその他の治療法として、先ほど申しました病巣感染というのを疑った方がいいと思います。そのためにまず自分に歯周病がないか、歯が磨いた時に血がついてないかとか、そういった歯科医の先生のところに行って、歯周病や虫歯のチェックとともに病巣感染ということをちょっと話してみたらいかがでしょうか。それでもう一つですね、面白い方法としてB スポット療法であります。これはこのちょうど喉人工の裏 の上咽頭というところを綿棒に塩化塩というのをつけて、それでこう鼻の中からこう通したり、喉奥からクッと焼いたりする方法があります。こういったのを B スポットをやっていくと、そういうふうに上咽頭が消毒されてきて皮膚が再生しやすくなるので、こういった高ビローが非常に治りやすい可能性がある。しかし残念ながらこの B スポット療法というのは全国でもされる先生というのがごくわずかですので、B スポット療法をやってる先生を、インターネットとかで検索されて行かれるというのがいいと思います。私の子供をやってみましたけど、最初にやると結構痛かったんですけど、何回かやってきて症状が改善して血もつかなくなってきました。これが B スポット療法です。
次にもう一つが重曹水で鼻うがいをする方法ですね。まあ、これも最近重曹水鼻うがいとかで検索されると出てくると思いますので、まあ、こういった療法もいいと思います。しかし一番重要なのはやっぱりいずれにしても免疫力を高めるという方法ではないでしょうか。次に後鼻漏を改善するための漢方というものを話していきたいと思っております。まあ、よく後鼻漏、要は口アレルギーですから、まあ、サラサラの方にはサラサラ鼻水の方には麻黄節最新湯とか小生流湯、こういったものが、まあ、一つ非常に有効だということです。次に今度脳がちょっと出るとか、まあ、中期から海が出やすい人に関しては、まあ、心肺聖杯湯、こういったのがよく使われます。こうして特に今度は可能しても痛みがあるよって言った時には経外連行湯というのがありまして、まあ、こういったものをよく使います。まあ、私どものとこには結構重たい患者さんが結構来るので、まあ、私は結構経外連行湯が大好きで、まあ、よく使ってます。それとともにそれだけではダメなので免疫力を向上させるものが一つ加えてあげるといいと思います。まあ、代表的なのは、まあ、乳酸菌とか薬用人参とか、まあ、滋養強壮になるようなものです。こういったものをちょっと加えてあげると早く治りやすくなるのではないかと思っています。免疫を向上させて後鼻漏の根本改善するには当然やっぱりまず病院の治療を受けてください。そうやって病院の治療とともにとりあえず歯医者さんもしくは B スポット療法、こういったものを併用してみて、それと漢方の対処療法ですね、先ほど言った漢方薬の対処療法を入れてみるということです。それとともに自分でできるちょっとそれだけでは足りないってなった時に、まあ、乳酸菌、ビフィズス菌、こういった腸内免疫をね高めてあげるっていうようなものを入れたり、あと神経の安定化するので、まあ、カルシウムなんかも有用じゃないかと思ってます。それであとは体に冷えがある方なんかもそうなんですけど、まあ、薬用人参など滋養強壮作用のあるもの、こういったものを加えてあげるっていうことです。そういったこともやって、まあ、トータルで、まあ、自分がちょっといろんな複雑な根本改善法とそうなんですけど、こういったことをまとめて取り入れると、まあ、いいんじゃないかと思っています。であとは体を冷やさないこと、あと体を温める服装や甘いもの冷たいものを避けて、まあ、温野菜を多食するような食生活、こういったことがいいと思います。うちで扱っているおすすめの漢方薬を言いますけど、まあ、一つがホノビエンというやつです。これは急性鼻炎とかアレルギー性鼻炎に使いますけど、要は鼻水の多い人、要は鼻水奥に垂れる鼻汁、サラサラ鼻汁の方が、まあ、こういったのが症状が非常によく止まりやすいという漢方薬です。そしてもう一つが反対に今度は脳が出るような漢方、脳が出るものを改善させていくような漢方薬、これはワグラス D と言います。これは可能性疾患とか腫れ物とか蓄膿症とか中耳炎とかそういったものを改善していく役割があります。まあ、こういったものにあとちょっとひとひねりして薬用人参とかそういったものを入れると、まあ、非常に効果的だと思っています。そして最後にですね、後鼻漏で長く悩まれている方には、まあ、当然まず専門医の指示による治療と病巣感染治療目的で歯科受診、そして今度あと B スポット療法というのもちょっと試してあげてください。そしてそれに加えてやっぱ漢方薬とか食生活による自分でできる免疫力を向上したり体を温める改善法を取り入れていくことがとても大事じゃないかと思っています。そうすることでちょっと治療困難な後鼻漏なんですけど、それをすることで回復ができるのではないかとは思っています。ですから重要な考え方として現代医療プラス、まあ、病巣感染もそうなんですけど、そういった東洋医学我々のような治療をですねうまく組み合わせていくことでいいと思います。まあ、今回は専門家としてではなくて、まあ、漢方薬剤師としてちょっと話させていただきました。まあ、よかったと思われましたら、まあ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それであとは下記のリンクから先ほどの漢方薬も購入できるようになってますので、まあ、気になる方は、まあ、どうぞ試してみてください。それではどうもありがとうございました。